よろしくお願いします。まずはプレーオフ進出おめでとうございます。ありがとうございます。また B2 昇格を目指した熱い戦いが見られるとのことで大変楽しみにしています。そして熱狂レブナイズに2回目の出演ですが、昨年の動画再生回数2位とレブズの皆さん、中島選手の出演を楽しみにされていると思います。多分謎が多い選手だと思われてるんじゃないですか。今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中島選手、はい、鹿児島2年目になります。はい、前回カプリスタジオで出演いただいてから1年以上経って、鹿児島での過ごし方や印象など変わってきたのではないかと思いますが、いかがでしょうか。まあそうですね、まあ日頃まあ温泉とかいろいろ行ったりはしてるんですけど、まあ一番変わったかなってものはやっぱりブースターさんとかそのレブスの、まあ、来てくれる人たちがなんか増えたかなっていうふうに感じてます。そこがやっぱり去年と、まあ、結構大きく変わったかなっていう感じはします。そして鹿児島でのプレーも2シーズン目で終盤戦に差し掛かっています。先月末首位福井に連敗したものの、その後6連勝で2位とのゲーム差なしと好位置につけていると思います。プレーオフ進出も決まった今のチーム状況や雰囲気などを教えてください。そうですね、あの福井の連敗でやっぱり全員が多分感じたことはいろいろあると思うんですけど、やっぱり、まあ、首位で27連勝しているチームなんですけど、やっぱり自分たちは勝てるチャンスはあったかなと思ってるんで、まあ、今現在福井が1位で2位が香川ですけど、全然勝てない相手じゃないし、やっぱり、まあ、少しのまあ、連携のミスだったりそういうのはもっと詰めていければ絶対勝てる相手だと思うので、まあまあ、今は3位ですけど、まあ、今はもう負けないように全勝して勝ち進んでプレーオフにつなげていきたいなと思ってます。ぜひリーグ2位でプレーオフ準決勝までホーム開催を、はい、そうなんです。それを、ね、したいんですけど、なかなかこの前福井が、まあ、香川に負けちゃって、そうですね、だから、まあ、まだチャンスはあると思うんで、まあ、そのチャンスを逃さないように、そのためにはやっぱり自分たちは全勝しないといけないので頑張っていきたいと思います。今シーズンの B3 リーグについて、はい、現在は少しずつ差が開いてきていますが、はい、前半折り返しまでは混戦の様相で、レブナイズも接戦を勝ち抜いてきた印象があります。中島選手はどのような印象を持っていますか。そうですね、どこも戦力がやっぱ拮抗してて、まあ、なかなかこう楽に勝てない相手というか、そういうチームが多いので、もう一試合一試合本当に緊張感を持ってやらないと、まあ、絶対勝てないかなと思っているので、まあ、そういう部分ではその福井負けてから、まあ、全員がこう気持ちが一つになったというか、そういうふうに感じています。福井戦連敗後今まで連勝されていますが、カプリ実況席から見ていても以前より安定したゲーム運びができているように感じています。やっぱり負けている時ってこう、まあ、ネガティブじゃないですけど、やっぱお互いにこう言い合ったりとか、もう悪い部分をこう指摘し、してしまったりするんですけど、やっぱりそこはチーム全体で変えていって、まあ、ポジティブな方に向けてでやっていった結果がやっぱり6連勝につながっているんで、やっぱそれをずっと続けていきたいと思います。前回のホーム戦などについてお聞きします。はい、前回の西原商会アリーナは多くのブースターが訪れました。はい、ゲーム1、ゲーム2ともにクラブ史上最多入場者数を更新。ゲーム2は3812名と4000人に迫る勢いでした。特に第4クォーターオフィシャルタイムアウトの光景は壮観で、放送席で感じる熱気もすごいものがありました。中島選手はどう感じていらっしゃいますか。そうですね、鹿児島に来て一番お客さんが入った試合だったんですけど、本当もう一つのディフェンスだったり、まあ、シュートだったりっていうのでやっぱり歓声が全然違うので、やっぱり自分たちにとってはやっぱり何ですかね、こう力が湧くというか、やっぱりエナジーをもたらしてくれるので、すごくありがたい存在ですね。この後中島選手のフリースローについてもお聞かせいただきたいのですが、はい、相手チームのフリースローが結構落ちていた印象があります。はい、ブースターの歓声が影響していたのでしょうか。まあ、全然関係あると思いますね。やっぱり僕もアウェイ行った時は嫌ですし、はい、そういうのがあるからこそやっぱりそのプレーオフはホームコートで試合したいっていうチームが多いと思います。ホームアドバンテージですか。そうですね、かなりあると思います。
前回のホーム戦は2試合で22得点、スリーポイントシュートも7分の5と好調に感じますが、ご自身のコンディションはいかがですか？そうですね、ちょっと足痛いですね。まあけどなんとかやってるんで、まあ調子が良かったというのもやっぱり宇佐さんがかなり多かったし、やっぱその一つ決めただけでこうすごい歓声が湧くので、その歓声にこう乗れたというか、そういう、まあ、気持ちでしたね、あの土日は。試合中で聞くことができないと思いますが、アプリでは実況アナウンサーが、はい、ジマさん、スリーエイと盛り上がっています。やっぱりさん付けなんです。はい、ジマさんです。もう逆にもうさんつけてくれたらしっくりきます。もうジマさんが定着しているのでは？そうですね、チームでもほぼジマさんって言われてるので。ハイライト映像を編集していると AJ 選手のダンクのシーンを扱う機会が多いのですが、中島選手のアリウープパスが印象に残っています。はい、あのタイミングは日頃の練習から生まれるものなのですか？あ、もうそれはもう感覚というか、まあ、あまりこう狙いすぎると、まあ、結構外れちゃったりするんで、ある程度ちょっと適当な感じで投げているのはあります。練習するのですか？練習ではあんまりしないんですけど、AJ は能力高いんで、まあ、ちょっとパス悪くても、まあ、決めてくれるんで、まあ、そこは信じて投げてますし、まあ、向こうも、まあ、僕のことを信頼してくれて、こう投げてくるなっていう準備は毎回してくれてるんで、それで成功してるかなと思ってます。またプレーオフでも見せたいと思います。はい、AJ 選手とのホットラインたくさん見せてください。実況や SNS などで鉄のメンタル、神メンタルと評される中島選手のフリースローについてお聞かせください。前回出演いただいた際に、昨シーズンのホーム岩手戦オーバータイムでのフリースローを話題にさせていただきましたが、先日の岡山戦での2点ビハインド、残り 0.4 秒でのフリースロー3本は本当にしびれました。解説のアンケイさんも大興奮でしたが、1本目を外しての2本目、3本目の心境をお聞かせいただけますか？そうですね、まあ本当は3本決めたかったんですけど、まあ大体ああいう場面では決めてた方なんですけど、まさかこう1本目外れちゃって、でもう2本とも決めないと後がない状態で、本当に初めて追い込まれたんですけど、まあけどそこは、まあ、無心というか、まあ自分を信じてこう、まあ、ただ打っただけです。まあ、いつも通りに打っただけです。はい、8割近い成功率のジマさんのフリースローは見ている私たちもすごく安心できます。ただ選手外しちゃったんですけどね。4本打って2本外しちゃったんですよね。そんな中島選手の趣味や日頃のリラックス方法について教えてください。はい、いや趣味とかあんまないんですけどね。まあ結構海外ドラマとか映画は見たりしますね。まあ、あとは何ですか、音楽聴きながら、まあ、バスケットのことを考えたりとか、はい、例えばそういうフリースの時のイメージトレーニングとかも一応やってはいます。オフの日に外出などされないのですか？そうですね、疲れてるんで。オフ、長期オフじゃないとあんまり動けないですね、まあ、この仕事してると。やっぱ休みの日でもケア行ったりとか、そういうのがあるんで、どうしても僕たち土日試合して休みがだいたい月曜日だけなんです。なんでそこでしっかり回復しないと、どんどんこう体調っていうのは管理が難しくなってくるので、そこは一応気をつけてやっております。コンディションを整える中で選手の皆さん、はい、しっかりとした体作りをされていますが、はい、中島選手の体作りは一味違うものがあるように感じます。はい、こだわりなどあれば教えてください。こだわりですか？こだわりはやっぱり栄養面とかですかね。栄養をしっかり、まあ、バランスよくとってるぐらいじゃないですか。あとはまあそういうトレーニングってこうすぐやってすぐ変わるもんじゃないんで、もう僕はずっともう長年十何年以上こうトレーニングしてたんで、そういうのがあるかなと思ってます。食が基本なのですね。そうですね、やっぱりこう頑張ってやってもちゃんとリカバリーしないと体
っていうのは変わっていかないと思うんで、そういう部分は、まあ、気をつけて摂取してます。先日プレーオフ進出が決定しました、はいはい、先シーズンのプレーオフは伝える我々も残念でしたが、選手の皆さん本当に悔しい思いをされたのではないかと思います、はい、今シーズン B2 昇格への思いをお聞かせください。そうですね、去年まあ悔しい思いして、まあ今順位的にも多分エクセレンスと当たるかもしれないですね。もし当たってしまったらやっぱりそこで絶対、まあ、去年の借りを返したいと思いますし、まあ今3位で香川行っても絶対香川に勝って、まあ、全員で一つになって B2 昇格して、まあ、レブスの皆さんと、いいシーズンを終えたらなと思ってます。頑張ってください。ありがとうございます。次回ホーム戦は3月23日24日に西原商会アリーナで開催されます。カプリではいつも通りライブ配信しますが、24日は KKB 主催試合で地上波放送でも生中継されます。ああ、はい、注目してほしいところ、意気込みをお願いします。まあ、徳島は結構サイズがでかいチームなので、多分僕たちは普通にやると苦戦すると思うので、そこに勝つにはやっぱり自分たちの武器であるこうディフェンスからのスピードだと思うので、そこは見てほしいかなと。中島選手、ありがとうございました。3月23日、24日は西原商会アリーナでウェブナイズホーム戦が開催されます。ぜひ、会場でウェブナイズを応援してください。会場に来られない方は、アプリから熱いブーストをお願いします。